おつぺこいやー結局地下鉄しか行けなかったペコだ。クヤピーペコだけど、なかなかやっぱルキラーの玉は手に入らないの。いずれヘリを撃ち落とさねば。いや楽しいね、やっぱラストはずっとやってしまうよ。でも明日は忙しい一日だから絶対触れられないと思って、今日できてよかったね。えレッドカードもめっちゃ嬉しいわ。でもヘリも上手くなってたペコだしな。ねえヘリがな、ヘリな、いずれでかいのでさ、いろんな人運んでみたいペコだけど、まだちっちゃいヘリだな。まだちっちゃい。そう練習したんだよ、練習。なんかヘリ練習とか、なんかなんとかトレーニングみたいなサーバーがあって調べたら、でそこに行って、であのヘリあのもうなんかあって乗って、でも最初もうね2、3回はねずっとなんかもう下手くそすぎて死んでたべこだけど、途中からコツつかんだのか移動が上手くなってたんよ。え昨日と違いじゃん、そう練習したんだよ、早く上手くならねばと思って。いやでもな、エームをどうにかしなくてはいけねえペコだな。エームでもやっぱ平面のところじゃないとヘリは降りれないペコだな。多分そっからなんか斜面で降りてもいいけど、そこからが大変ペコだから。雷のとこ、あまだあれだわ、ラストのやつ止めてるからだね。平面でなるべく降りて平面から上がる、これを気をつければいける気がするわ。あヘリポートがいる、なるほどな。作ってかなきゃいけないんかな、ところどころで。ねえ、いや楽しい、もうやることたくさんすぎて楽しいペコだマジで。で早く携帯とかもやりたいペコだし、なんかそのペコアラが買ったやつをなんか音声的なやつとかがすごい豊かに入ってるやつペコだから、なんかレコーダーとかもあるペコだし、だからそういうのを使ってなんかさ楽しみたい。できそうだよね。メガホンとかも出てけーとか言って家の前で騒音トラブル起こそうかなって。精神的嫌がらせから始まり、武力で負けるのであれば精神的にメガホンで巨大な音でワンちゃんのエレクトリカルパレードみたいな感じで、チャンチャララン、チャンチャンチャララララランつって嫌がらせの BGM あのやろうかな。やめろやめろ危ないそれはってなるようなやつを口で言いながら、チャンチャララン、チャンチャンチャラチャラチャラ、出てけよ出てけよ出てけーみたいな感じで、それいいな。まあ、すぐにあれペコだけどな、銃で撃たれたら終わっちまうペコだけど。いやー楽しいなー。でもあれも作りたい。なんかさペコだ、え、そう思ったんだけどさ、楽器ってギター以外にもあったよね。なんかセーフゾーンだかどっかでさピアノとかもあったペコだしさ、あれもどっかで手に入るのかな、どうなんだろう。そうそうそう、なんかギターしかペコーラ出ないんだよね、ずっとずっと。え、ドラムもあるのか、いいね。え、そうピアノあったよ、ピアノ。そこで楽器で演奏会したいね、演奏会も。マジいろいろできるのよ。でもペコーラが一番、うわすごい魅力的だなって思ったのは監視カメラ。あれ
ちやるのかが分かんないってことだけど、監視カメラをやりたい。あれすごく、もうずーっとなんかパソコンにかじりつきそうなぐらい。あ、やっぱ電線とかなんかあるんだ。なんか自分のまずあの拠点の近くに監視カメラ誰がいるのかとか何がいるのかみたいなのと、よく人が通るような道端とかそこら辺とかね。すげえなー。壊されたりするんかな、監視カメラ。やっぱ壊されるってことだよね。楽しみが多いよー。あ、情報屋として生きようかな。あ、てかね、今度ね、シオン先輩とね、モンハンするよー。前遊ぼうって言ったやつをね、約束が果たされるってことか、そちらもお楽しみに。シオン先輩もちょっとラストね、興味出てたよ。なんかラスト楽しいのって聞いてきてた。楽しいペコだよって言ったから、もしかしたらやるかもしれないね。もしかしたら。なんかどんなのかわからないからさーと聞いてきてくれたから。なんて言ってたっけな、ペコーラ。まあ、混沌とした世界だけど、もう楽しいペコですよと。人をいじめたり、いじめられたり、まあ、物の奪い合いをしたりすります、みたいな感じで言っといたわ。ね、人がどんどん増えていくといいなぁ。ペコマート紹介しよう。あ、てか、ぼったくりの件もあれだったなぁ。スクラップがどんぐらい入ってんだろう。でも、ペコラは優しくしたからなぁ。壊れかけのギターさん、ありがとう。今日も楽しかった。時間経つのが早い。ヘリの操縦マンカード、しかしやはり落ちる運命。いや、マジね、なんであれ落ちちまうペコなんだろう。また新たな場所の探索を楽しみね。まだ全然行ったことないところ多いペコだから、徐々に行ってみようペコ。ココナニさんもありがとう。ラストおつペコ。まつりちゃんの手のひらくるくる3下ムーブな、なんか手慣れている。エレベーター落下はなぜかもはやでペコちゃんらしさを感じたよ。地下鉄探索は撤退も視野に入れて冷静沈着ゴルゴウサーティールだったのに、どうしてこうなった。ヘリ上手くなって活動範囲が一気に広がると思いきや、また取れ高を作ってしまったね。このゲームまだまだやれることはいっぱい。我が輩の寝袋でまた一波乱。そうだ、忘れてたペコーラ。そして改めまして動画1000本おめで、あ、え、今日1000本目おめでとう。ついに4桁の領域、やばー。もう3年もやってたらそうなるか。これからもペコちゃんの活躍を応援しています。次は1111本目の目標へ。ゴーゴー、ありがとう。え、もう1000本目。え、そんなにやってるペコーラ、マジか。すげえ、もうそこまでいってるんだね。あ、でもそっか、非公開のもあるペコだからもっといってるか。ひえー、ピアニッシモさんもありがとう。地下鉄探索成功おめでとう。ありがとう。ヘリの操縦もめっちゃ上手くなってて驚いた。毎回思うけど裏で努力するのがすごいよ。素晴らしき空の旅堪能した。ありがとう。いえいえ、そちら、そういえば概要欄の面で思い出したけど、ライブの恵みの人は誰の発案なのか知りたい。あ、え、全部ね、ライブは曲も何からそのメンツもペコーラだよ。全部恵みの人もメドレーの曲もペコーラが、元からペコーラが知ってる曲で、なんか懐かしくて夏っぽいメドレーみたいな感じでやって、で、なんか一応夏曲でも調べたりしたペコだけど、もうペコーラ全部。ゲームさんもありがとう。昨日寝落ちしてくれなかったからオツエラー3で助かる。ありがとう。始まり方が違いすぎてすごい、これね、めっちゃ怖いよね。写真部の最優秀おめでとう。ありがとうよと。ペコラの血は赤いかかな。あと今回の役割バニー好き。ペコラの血は青って言っちゃったペコだもんね。青なのよペコラ、赤じゃねえペコだから。カランコロさんもありがとう。今日も混沌のラスト、楽しかった。坂道のヘリ爆破は予想通りで爆笑。ラストリア充だから爆発してもしょうがないよね。兄様のオープニングアクトと動画1000本目かな。おめでとう。ありがとう。3本
本で、あ、じゃあ3年で1000本だから、ほぼ毎日、これだけ人気になったのも前に楽しんで配信してくれるからこそ、これからも一緒に楽しんで帰りなと。いや、そうだよね、ほぼ毎日やってなきゃ1000本ってなかなかいかないってことだもんな、3年で。みんながペコアラを楽しませてくれるからペコだよ、ありがとう。ペコンユーフォンさんもありがとう。地下鉄リベンジおめえ、一人でよくクリアしたね。戦い方うまくなってるし、ヘリの練習もよく頑張った。さすが学びのペコちゃん、いつかペコちゃんのヘリに乗りたい。私事ですが、ペコちゃんを幸せにしたいと思い、呪詛を見終わったけど、舞台が舞台だけにめっちゃ怖い。そして毎日怖い夢にうなされている。大丈夫ペコか。どうかペコちゃんの良し悪しでこの哀れな僕を救ってください。おい、大丈夫か、もう呪われてるペコちゃん。よしよし、ありがとうね、ペコアラのこと助けるために見てくれて。もう他の人にも見てもらおう、じゃないと自分が助からねえペコだから。ペコリオットさんもありがとう。ミニヘリ操縦上手になった。行けるところが増えたから楽しみも倍増。え、そうだよ、だってミニヘリの操縦が上手くなったってことは、あの船の上も行けるってことペコだからな。今日はアニソマ会場での仕事告知に、動画投稿数1000本目達成とてめでたいこと尽くし、3周年ライブもお疲れ様、キュートのダンスに思考を凝らした選曲演出で思わず涙が溢れた。そして最大級のラララララビット、初めての歌見と作曲者さんに振り曲を作ってもらえなんてドラマチックね。本当だよな、ユートン星人さん、いろんな話たくさん聞きたいから、またライブの振り返りの時間を取ってくれると嬉しい。ペコラストーリーもついに4年目。これからも大好きなおさぎのおさぎみんなついていく約束だ。ありがとう。そうだね、またライブもなんか聞きたいこととかがあったら、なんか雑談枠は取らない気もするペコだけど、なんかマイクラとかなんか雑談できそうな時にやろうね。確かに。牛貴族さんもありがとう。ドケランの玉はスクラップ高いけどツリー解放がおすすめ。やっぱそうなんだ、そうしようかな。スクラップ今4000円ぐらいあるペコだから、スクラップでいっちゃおうかな。アタックヘリ倒すのも猛者ですら、それなりの拠点作ったやってるので、ドケランあれば戦車撃破で、え、戦車撃破 M249 とか強い武器が手に入る。リグとかカーゴは一人だと厳しいけど、戦車なら撃破できるよ、コツをつかめば。あと、エイム練習サバもあるので、よかったら試してね。エイム練習サバもあるんだ、そこも大切だな。てか、戦車って、え、あれって船に乗ってたので、戦車か、やっぱり。でも、戦車ってどこ、え、船の上で戦えってこと？すげえ。え、やっぱ、スクラップでツリー解放しようかな。なんかもう、いつまで経っても来ねえペコだしさ。あ、船じゃない。船は戦車じゃない。あ、ちげえペコなんだ。ネムネムのテケボさんもありがとう。地下も無事探索できたし、ブルーからのレッドカードキーまで手に入るなんて大収穫ねえ。水中ラボとか名前だけでワクワク。ヘリの操縦が昨日とは別人みたいに上手くなってて、すごかった。カメラでみんなの動向とか見張るの楽しそう。え、楽しそうだよね。まだまだやることがたくさんで楽しめそうだね、ペコーラが。ラストを楽しんでるところを見てるだけで本当に楽しい。ありがとう。そう言ってもらえるとね、嬉しいペコだ。クレアハーリアさんもありがとう。ラストおつペコー。地下鉄デビューおめでとう。ようこそこちら側へ。慣れてくれば包帯と注射器6個ずつぐらい、武装はボルトアクション砂と AK もしくは適当なサブマシンガンで永遠に回れる。マジ電車動かすよの。え、でも電車ペコラ動かす下手くそなんだよな。ヘリがちゃんとできてて驚いた。昨日とは本当に見違えた。唐突ですが、コロナになっちゃっても大丈夫か。マジ本当にね、体に気をつけてる。なんか最近また増えたらしいペコだから、みんなもね、用心してくださいと。なんか15万人って見たんだけど、あれなんかまた増えてるらしいから、ほんとみんなもね気をつけて、もう健康第一で、手洗い消毒マスク必ずでな。まあ無理せずね、体調がいい時とかにね配信見に来てペコな。ありがとうね、ペコらも気をつけて。ありがとう。ベヨネットに生まれたいさん、ありがとう。ベカちゃんこんばんは。今日のラストもたくさんなくなりましたね。食材の運命、いつかあなたが地雷を踏みしめる日を楽しみにしよう。怖い稽古だな。ところで最近のゲームを見た後、それがシワジョとゴローのことが気
気になる。シワジョとゴロ。ゴロは自分で家から出ようとしたのか、もしゴロがニューヨークで迷子になった時、自分の家の帰る道を見つけできますか。どういうこと、ゴロニャのことか。ショーガラゴと、ショーガラゴかな。最近の、そう、海外に来てることだな。最近のゲームを見た後、それがシワジョロゴロのことか気になる。なんだろうな、ゴロだったら猫ちゃんだけどな、ゴロってゴロのことかな。それかショウガラゴなのかな。ショウガラゴが気になる。ショウガラゴは自分で家から出ようとするのか、もしショウガラゴがニューヨークで迷子になった場合、自分の家で帰る道を見つけ、あー難しい。多分帰れないかな。まあ、迷子になったらちょっと無理かもしれねえべこだけど。猫のゲーム？あー、なんか最近なんか猫ちゃんのなんかサイバーパンクの世界観をみたいなやつか。あれなんか面白そうだよね。やりたいなとは思ってるんだけど、もう今はもうラストに行っちゃってるからあれだけど、なんか有名だよね今。めっちゃなんかツイッターとかでも言ってる気がするべこね。あれおもろそう。ね、結構やってる人いるよね今。あれめっちゃ難しそうなんだ。マジか。でも猫視点ってか、猫がなんか主人公ってなんかいいよね。あ、ボリューム少なめなんだ。パッとできる感じなんかな。なんか結構何十時間とかかかるんだったら、ちょっとやるのに大変ぺこだなとか思いながらも、そんなでもないのであればやるのありぺこだな。あ、てかね、今度ね、そうだ、猫話につながるぺこだけど、ゴロニャンついにトリミングに行きます。今度ちょっと夏でさすがにね、サマーカット、ゴロはあのままでいいとは思ってそうぺこだけど、本人自体は。いやでもね、体持ってたり、ミミちゃんもそうぺこだけど、抱っこしたりするとやっぱ暑いというか、熱こもりすぎてない、大丈夫ってやっぱ心配になるぺこなんだよね。そう、ちょっとミミはまだ1歳にもなってないぺこだし、あれだから、ちょっとゴロちゃん、ゴロニャンサマーカットでね、トリミングをちょっとして、うわ、どんな感じなの、可愛くなってるといいぺこだけどな。そう、2匹ともさ毛が長いぺこだからね、暑いんだよ。あ、オッケー、トリミング行ったら写真あれだわ、みんなに見せるわ、ゴロニャンの。え、どうしよう、ゴロニャン大丈夫、どんな感じでカットされるんだろうな。あ、ビフォーアフター、オッケーオッケー、ビフォーアフターね、了解了解。でも最近マジゴロ耳のね、甘えん坊感が半端ないの。すごい、ペコーラのさ、こうやってさ、自分の部屋にいるともうリビングの扉からニャ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 って本当にひどい。なんかそう、ほんと最近なんか赤ちゃんに戻っちゃったのかなってぐらいに、てか昔よりも甘えん坊になってる。なんでだろう。すごく相手してる。だからなんかそう、ニャニャニャって聞こえて配信とかしてない時は部屋に抱っこして連れてきてやると、もうなんかクラ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 って言って、さすがに日記さ、両方一気にできないべこだから、まずゴロちゃんやると耳が、ミーミーミーってなったら、じゃあ次耳ちゃんね、せゴロニャンをさ、リビングに戻すと、ゴロニャンが次がなんか、またカシ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 って。大変よ。愛されすぎてて大変べこよ。すごいよ。片手でラスト、片手で猫よ。ペコーラの最近は。あ、ジル君はね、ジル
くんは、あ、でもね、ジルくんは、なんだろう、なんか多分撫でてほしい時とかは檻というか柵をガリガリガリってて、なんか声出したりするペコだけど、基本はなんかもう、なんだろう、木のその部屋の高いところにちょっと木置いてあるペコなんだけど、そこに登ってるかな。なんか撫でてっていう時とかさ、なんか触ってーの時はなんか檻からなんか呼んでくる。そうそうそう、懐くの、懐くとは思ってるし、なんだろう、やっぱ家族だっていうのは分かってくれてそうかも。そう、懐いてるとは思うけど、あの音とかに敏感ペコだから、こうやってとか、なんかちょっとした音でバンってなんかビビっちゃってすぐ隠れちゃったりとかはするかも。物落としちゃったとかになると、最近腹とか見せるからね。そう、でもそうだな、懐いてるとは思うんだよな。リビングとかのさ、やつでさ、あれだったもんな、猫たちがさ、いない時とかにさ、あの出してあげて、そうするとさ、なんかどっか適当な高いとこ行っちゃったりするかなとか思いきや、あれだからね、普通にペコちゃんの近くにずっといるとか、ペコらのあの服のどこかしらにいたりするペコなんだよね。そう、映画見ながらさ、ペコらがくつろいでたらそばにずっといて。でも最初の頃はさ、あ、なんだろう、うんちだったりとかおしっことか多かったペコだけど、最近はなんかそこまでしないんだよね。うんちは全然しなくなった。あのペコらの登ってる時に、いる時はね、そのいるっていうか体のどこかしらにいる時は、腕とか足とかでいたりする時は、おしっこは時たまするけど、なんか匂い付きやみたいな感じでペタ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 って。いや、トイレはね、覚えられない、トイレは覚えられないペコだけど、頻度減った気がする。もう最初のあのお家に迎え入れた時はもうダダ漏れ、すっげーダダ漏れで、うわ、でも仕方ない、これは、まあ、トレーニングができないってことは知ってるし、もうその覚悟でいたから、もう仕方ないって感じだったけど、もう最近はなんか、うんちはマジで自分の部屋。そう、しかもペコーラの指とかを毛づくろしてくれる、ペロ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 って。いや、おむつね、なんかパンツっていうか、そのあるんだけど、トレーニングパンツ的なのあるペコなんだけど、いや、嫌がるんだよね、やっぱり。何するのみたいな感じで、無理やり履かせてもなんか足をなんか引きずってる感じのなんか感じになっちゃうかな。やってない、もう自由にいた方がいいよっつって。それでもリードとかのさ、なんかお散歩するときとかの上の洋服とかは絶対ないとダメペコとか、それはね、一応定期的にやってるけど、一時すごいなんか本当に、なんだろう、教育熱心になりすぎちゃって、なんかあのゴロニャンじゃねえや、ジルくんがあまりにもペコロにビビってた時はある。こいつにさら触られたら、あの嫌な洋服を着させられる、あ、嫌だっつってビビられたことはある。いや、今はもうね、それもなくなった。ごめんねっつって、もう何度も撫でながらごめんねって、あれ結構ちょっと嫌だったよねっつって、それで何度も声かけまくったら戻った、普通に。服着なきゃダメなん、あ、リードつけれないペコだから逃げちゃうんだよね。服着ないで外出したらピョン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 ってどっか飛んでっちゃうんだよね。その洋服にリードをつけるから、紐というか、あの逃げていかないようにとか、そうだから必ず洋服というか上のやつも必要なんだよ。そうそう、脱走しちゃうからね。そう、ジャケットみたいな感じ、そう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 、そう、逃げちゃうんだよ。普通にどっか適当にポン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 ってね、飛んでっちゃったりする。飛んではいかない、ジャンプしていっちゃったりするペコだから、さすがにね、命綱はつけてないとね、危ねえってこと。あ、そうそう、ハーネスだね。オスなの？そう、オスだよ、オス。女の子じゃない。いやー、楽しいな、今日も。配信が。でも最近さ、ライブまでさ、ずっとさ、コラボとかもしてて、休めてねえペコだからさ、どっかで休みてえペコだな。
近々一回配信休むわ。喉は悪くないんだけどね。喉も一応気を使わないとまた悪くなっちゃったらやべえべこだ。てなわけで最近ちょっと遅くてごめんね。ちょっともう1時になっちまうぴょこだけども、また次の配信でお会いしましょう。てなわけでおつぺこでした。バイバーイ。エンディング。明日は高い洋服でも買いに行くか。うそ。あー疲れた。ちょっと弓痛い。ちょっと痛いわこれ。思った以上に過酷だった。いやー、みんなも付き添ってくれてありがとう。ゴミがすごい、やばい。配信以外で使ったら許さない。なんでペコだよ。使う気ないよ。でも安心してくれ、使う気ねえから。でも半分以上はもらえるんだね、すごいわ。ちょっとよいしょ、机の上の汚いやつをまず処理。いやーでかい、この当たったのでかいなね。2等あんなにでかいと思わなかった。ちょっとでも右手は死んだ。でも17万3000円、手に入れたなら右手などどうなってもいい。すげえ、プラスよ。もうプラスでしかない。ペコーラはもうだって勝てないんだもん。これご褒美でもらった30万円だから、もうボーナスよボーナス。やべえ右手が痛い。最低保証が3万。あ、そうペコなんだ。それ差し引いても14万円のさ、じゃあプラスがあったってことか。スクラッチってこんな当たるもん。まあ当たるっていうか、まあ半分返ってきたペコだけど、意外と当たるんだね。2位とかも。本当にめちゃくちゃすごいこと。本当に自慢してもいいレベル。なんでこれ当たったやつだっけな。なんか当たったやつと当たってないやつを分けとかないと。よいしょ。いやー疲れた。眠い、もう眠い。よいしょ。よいしょ。机が汚くなっちゃったよみんな。真っ黒よ真っ黒。そんなことってあるのかってぐらいにど汚い。二等こういう配信で初めて見た。マジでもペコーラも二等なんて当たったことなかったから、こりゃすげえの引いちまったんかな。あーやばい、体がスクラッチまみれとはこのことペコだな。ごめんね、今ちょっと机をきれいにしながら喋ってるペコだから、ちょっと集中できてないかもしれないけど許してくれペコ。実際すごすぎる。マジかい。そう思ったらじゃあめっちゃ良かったんだな。今年の運使っちまったペコかな。麻雀大会で使いたくない。うわやばい、姫島さんが真っ黒になっちまった。シールがよいしょよいしょ。わこれどうしよう、椅子もスクラッチまみれ。はぁ、あ、指痛い。よいしょ。普通に指が、親指と人差し指が、コイン持ってた指が死んだ。はあ、よいしょ。反動でラスト全度使う。ありそう。クリックできなくて、うーって、なりそう。うわーすごい、ガムテープで取っても全然取れねえペコだ。もういいかこれ、もう配信終わってからね。もういいや、疲れた。もう遅すぎた。うん、めんどくさい。もう疲れちったペコだ。
でもこの外れ券は捨てないでおいた方がいいんだよね。眠い、なんかもう今日気持ちよく寝れるわ。早く換金しよう。その17万円どうすんの？え、どうしよう、何に使う？配信で使いたいな。配信でなんかもうパッと思いついたのはやっぱり競馬かなとか思うけど、17万を一点掛け、いや一点掛けやばいか。いや一点掛け、みんなとガチで考えての一点掛けみたいなのも面白いかなと思うけど、それぐらいしか思いつかないな。なんかできるかな、17万円で。ガチ予想、そうそう、ガチ予想。ギャンブルやめなーって。でもそれでさ、17万円でまた元で当たったらさ、またさらにでっかいことできるじゃん、みんなで。一点掛けはやばい。じゃあ10万円と7万円で分ける。絶対ハズレの中にも当たり入ってそうな気がする。株以降、え、株ってさ、一発でもなんかやばくなったらさ、もう借金になるんじゃないの、株って。え、株は危ないと聞いた気がするペコだけど、株は一気になんかやばくなるでしょ。株は怖い。株なんてできない、できないの。なんかさ、あの上になったら売ればいいんでしょ。なんか上がってきたら売って、それがお金になるみたいなやつじゃないの。それは株じゃないのか。なんかゲームとかであったべこじゃん。株価かなんか、なんかを見てさ、その上がってたらとりあえず売っちゃえみたいな、あれは違うのか。あ、それは FX なのか。FX と株はまた違うのか。よいしょ、きたねー。よいしょ、遊戯王17万使ってバカだねー。よいしょ、動物の森の株より難しいのよ。わかっとるよ。でも株はペコーラ絶対さ、うまくできないじは多分。なんか他にないのかな。あ、なんかさ、あれとかない？なんかなんだっけ、海外でさ、オンラインカジノとかあるペコじゃん。ああいうのってさ、できないのかな。やはり日本にはないのか、そういうオンラインカジノみたいな。海外はさ、あるじゃん、オンラインカジノって。あ、あれって違法なんだ。なんかやってる人とかいたけど、あれ違法なの？増やそうとすなで。もうギャンブルでしかペコーラ頭にないべこだからさ、今何が他でみんなが楽しくできるんだろうと思って。ギャンブルばっかりだよ。もうギャンブル以外でこの17万円をどうみんなを楽しませるかがわからない。無知すぎて。教えてくれよ、17万円の使い方。なんかないかな、マジで。なんかパッと、でも配信しやすい方がいいんだよな。配信しやすい方が、配信でできそうな。スクラッチを買う。もう指痛くてやだ。さすがにやだ。だったらなんか年末ジャンボのやつ買って、みんなでなんか、数字を見る。いや、数字見るだけでつまんねえってことかな。運転免許取ってみた。いや、だって17万で取れないでしょ。なんか企業さんとかにお願いして、なんか配信しようかな。なんかみんなでバーベキュー配信とか。
どうだろう。でも17万じゃできなそうだけど。よいしょ。やべえ。隅々までに汚ねのがある。カニ道楽をゴロ。カニ道楽、うわ、え、なにこれ。なんか傷つけちゃったのかな、机が。カニ道楽おごる配信って、でもカニ道楽では配信できないペコだから、お土産話になるだけペコだよ。ホロメンにスパチャスパチャかん。スパチャだったらなんかちゃんとさ、なんだろう、スパチャじゃなくなんかプレゼント渡した方がいい気がするペコだわ。直で。プレゼントいいじゃん、マジ。プレゼント系か。配信のネタになりそうだったら全然ありべこだな。よいしょ。うわ、やばい。これ、外れ券の間にすごいさ、ゴミが溜まって、ゴミというか、カスが溜まってるから、これ、何をしてでもゴミ生成、ゴミ生成器になってる、これ。どうしよう。何をしても机の上からカスが取れない。不思議。もういかんも、諦めよ。もう諦めた。よいしょ。18万円分の札束燃やしてみた。ぶたたかれればもったいないし、ペコアラ、ペコアラはやりたくないわ。そんなんおもろくないだろう、札束って。やっぱ当たってないよな。ワンちゃん当たってたらいいのにな。燃やすのは逮捕や。危ない、ペコでも逮捕されそうになったわ。燃やしたら捕まりますよ。危ない。ペコアラ、ペコアラを逮捕させたいやつがいるみたい。ペコだな。当たってないな。今来ました。100万当たりましたか。当たってない。当たってないけど30万円分かな。半分以上のあれは持ってた。いや、100万ってやっぱそう簡単に手に入らないんだな。くやぴー。なんだかんださ、入ってるかなとか思ったけど、やっぱ50枚は入ってないな。びっくりよ。ねえ、やっぱ元は取れないようになってる。そうだよな、元取れたらだってさ、宝くじが、あれだもんね、赤字になっちまうペコだもんな。スロ代買うかって、なんだっけ、実機配信みたいなってこと。あんた、ペコちゃんがガチのプロのさ、スロット師になったらどうすんのよ。ソシャゲでガチャしたら一瞬で解ける。確かに。天井何回かすればもう一気に消えちまうペコだ。うわ、ハズレのやつチラチラ見てるけど、やっぱハズレてるわ全部。なんかまぐれでなんか当たりを見逃してたりしないかなと思ったけど、やっぱハズレてるもんだな。そうだよ。ガチャって怖いよね。思う、ペコーラも。なんかさ、いつの間にか天井してて何万ぶっ飛んでるんでしょ？怖いよね。しかも魔法カードってさ、本当に、なんだろう、その時にさ、なくなってる感覚ないペコだから使っちゃうんだよね。あれ怖いよね。で、請求額見て、絶望するという。
うわ、当たってねえなー。100万当たってねえかな。やっぱ当たってないな。ハズレチェック、そうよ、ハズレチェック。結構サッサッサッサって見てたペコだからさ、ワンチャン当たってる可能性もね、なくもないペコだから。え、当たってんじゃん。200円追加、すいません、200円追加です。やっぱチェック必要だわ。チェック必要ペコだ。意外と当たってるのが、今1枚だけ、今200円のやつあった、野球ボール。え、当たってるやつ、え、待って、もう200円だ。え、これ混じっちゃったのかな、なんだろう、怖い怖い。ちゃんと見るべきペコだわ。400円もプラスしました。見逃してたみたい、ペコーラパッパ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 やってて、ワンちゃんなんか1万円とかあんじゃないか。さすがに1万はないか。5万円もあるかもしれない。いや、5万円は見逃さんでしょ、さすがに。ないな。多分野球ボールだけかな、多分ありそうなのは。あ、ないな、あんまり。あ、そういえばペコーラさん、全然今から関係ないけどさ、今度さ、レゴでさ、ペコーラの好きなキャラとか作る配信してみようかなって思ってるんだけど、どう思う？うまく作れる自信はないペコだけど、なんかレゴ使ってなんか作ってみたいと思って。ね、面白そうだよね。それ今度やりたい。でも何のやつにしようか悩んでる。そう、一応今ね、運営さんにさ、確認取ってもらってるキャラクターやっていいか。好きなキャラクターとかを作っても大丈夫かというね、確認が、もし取れたらやると思う。まあ、難しそうだったらちょっとなくなるかもしれないペコだけど。粘土もやってほしい。粘土か、下手くそなんだよな、粘土も。レゴむずいぞ。え、やっぱりペコーラできないかな。なんかでも結構レゴで作られてるやつとかあるペコじゃん。あれ見るとすごいなって思うペコなんだよね。なんか実はさ、なんかドラクエのさ、レゴを見てさ、いいなって思ったんだよね。やってみたいと思ってん。粘土は、頭が、あの怖い記憶が。これ。また200円追加。竜王とかキラーマシンとかさ、よくない？あれ意外とに、野球ボール潜んでるペコだな。結構逃してるペコだ、ペコーラ。600円はでかいよね。この見逃しはよくないわ。ないない。まずはスライムからだ。確かにスライムも作りたい。でも野球ボール以外のでっかいの見逃しとけ。とりあえず、頼む。そしたら相当、変わるぞ。これで猫見逃してたら笑えるよね。さすがに見逃しはないべ。やばい、お腹空いてきたのに、もうこんな時間ペコなんだけど。鮮度の提供、うわー、それ知ってない。よくさ、YouTuber がやってるやつでしょ。王道の、なんか鮮度の、なんか鉄球で、なんかやってみたい。なんだろう。知ってる、それ。それもやってみたいけどさ、それ家じゃ絶対できないペコじゃん。ねえ。あれ、怪我する？マジ？え、ペコーラ実験室作ろうかな？ 17 万円で小屋買って。どうも、実験。ペコちゃんの実験場みたいな感じどうかな？ 17 万円じゃ、さすがに無理か。
17万きついか。くそ。もうちょっと、もやっぱ競馬で増やすしかねえのかな。もう増やし方がそれしか思いつかないから、競馬で増やして倍にしてやるしかねえのかな。まあ、それか DIY しようかな。小屋作るところからウィミミミミーンって言ってネジをさ、なんか機械のやつで巻いて DIY、 DIY だよね。 DIY やって自分で作る小屋を。でも相当、また200円、おい、どういうことだよ。ね、200円またありました。危な、マジで見とくべきだわ。やっぱ野球ボールが多いわ。もう野球ボールしか見逃してないわ。4枚を見逃すって相当ペコだよね。機械で調べればいいよ。全部これ持ってくのは大変ペコじゃない？さすがに。しかもこれ外れてるやつは持って返されるペコでしょ？売り場に全部持ってった方がいい。この数を？でもそっちの方が正しいのか。ワンちゃんもう一度見逃してたあれだし。近々シオン先輩とのモンハンもあるペコだし、まだコラボがちょっとあるね。でもソロが多分もう基本多くなる。でもコラボ配信して思ったペコだけど、コラボは楽しいペコだね、ほんとに。ソロも好きべこだけど、このコラボウィークで相当コラボが楽しいことに気づけた。いや、元からは楽しいのはあったべこだけど、外れてんな。コラボ配信はお金かかるの？かかんないよ、コラボ配信は。基本ゲームべこだしな。ゲームか雑談かだから。でなんかやってほしい。確かにペボットでやりたいね。この前のコラボウィークでトワ様とはできなかったから予定合わず。トワ様のはね、まだね、決まってない。当たってねえな。あ、 ID サバ気になる。あ、わかる、ペコーラも ID サバマイクラだよね。それ話、ペコーラも見たことないペコだからさ、相当すごいらしいペコじゃん。見に行きたい。でもマイクラはとりあえず先は TNT キャノン選手権かな。来週やるペコだから。嫌な。やっぱ当たってないな。案内してもらえば、確かに案内あってもいいペコだし、自分で見るのもあり。でも案内ないと全然わからそうな気もするペコだ。 TNT キャノン選手権、いや本当にね、すごいよマジで。いやもう全部紹介したかったペコだけど、さすがに時間だったりとかサーバーのさ重さとかでさ、あの数がね本当限られちゃってて、もう全部見せたかった。てかどの作品もマジですごい。みんなよくさ飛ばしてくれたりとか、デザイン凝ってくれたりとかしてくれて本当に感謝してるよマジ。選べなかったもん。運営さんとさ、なんかすごいですねみたいな話をしながら、あのペコラさんがあの選んでいただいてみたいな感じになって、でそのペコラが一つずつも見たわけよ。いやもうね、選べませんって最初言っちゃったもん。いやもうすごすぎて、あの全部紹介したいですってなったんだけど、さすがに時間があって、あとサーバー問題もあってみたいな。作品が多すぎるとサバ打ちが激しくなっちゃうからっていうこともあって、そう、それでもね、なんか安定してなんか強いサバも用意してくれてはいるべこなんだけど、それでもやっぱなんだろう、みんな TNT の数が半端ない量使ってくれるから、
やっぱね、どうしても耐えられないとか、ペコーラのパソコンも耐えられない可能性も出てきちゃうってことでね、ちょっとマジね、全部は紹介しきれないのは本当に悔しいペコですけども。お楽しみに。いや、多分みんな驚くの多いぞ。てか、すべてもうすごいもん。デザイン可愛いペコだし、あ、これガチで飛ばしに来てるなとか、なんかもうデザインとかじゃなく、機能性で来てるとかっていうのもあったりとか、なんだろう、コマンド使って、なんか、ちょっとゲームっぽくしてくれたりとか、いや、ほんとになんか時間を使ってね、作ってくれたんだなって、ほんとに嬉しかった、ペコ。早く紹介したい。今200円なかった。いや、カメラ見えてねえ、ペコだろ。今んとこ、もうなさそうな感じもする、ペコだな。そう、ワンちゃんペコちゃんの PC がぶっ飛ぶんじゃないかが怖い。そう、でもできるだけさ、配信でさ、なんだろう、初見のさ、なんかリアクションをさしたいペコだからさ、もう事細かくは見てない。でもなんかそのちゃんと飛ぶかどうかの動作確認は一応した。みんなすごかったよ。でもやっぱね、サーバーがね、耐えきれないものもあった。そう、今回、そのサーバーが耐えきれなくて、入れれないやつとかもあった、実は。でも、選ばれなかったやつとかは、なるべくそのなんか、終わり際とかワンチャンサーバーが落ちちゃった時に、なんかこういうのもありましたっていう風に動画撮ろうかなと思ってるペコだから、ヨロペコなと。ちょっと選ばれなくても、動画とかで見せるつもりペコなので。ヨロペコです。本当はね、全部見せたかったけど、いや、すごい、本当にやってよかったなって思った。いや、サーバーが耐えられない、本当に耐えられないってか、落ちちゃう。もうなんか耐えられなくて落ちちゃう。なんか動作が一気にスローになって処理ができないというか、そんな感じだった。そう、すごい、でもね、楽しみ。まあ、さすがにそろそろないかな。見逃しなさそうな感じだな。猫ちゃんの見逃しもねえしな。野球ボールも少なくなってきた。やばい、お腹すいた。めちゃめちゃお腹すいてる。何食べよう。この後食べるご飯。うわ、もう1時間 !1 時で、やばいじゃん、ペコーラ。何食べよう。脂っこいの食べたい。ものすごく今、脂っこいのが食べてえ、ペコ。がっつり食べたい。がっつりしたもの。なんかないかな、がっつり系。太るぞって。いいね。今日ぐらいこの指を痛まってあげたいペコだろ。やっぱないな。ジロー、やってないよ、この時間。やっぱコンビニの飯かな。オートファジーやめたの？ん？オートファジーって何？やめた。今もうやってません。うめえ。うめえ。喉ちょうど乾いてたから、だからがうまい、ペコ。オートファジーなんてなかった。お腹すいちゃうしかも、あれ。なんか朝起きてもさ、ちょっと待たなきゃいけなくなったりするのがさ、とてつもなく待てなくなっちゃうペコだし、あとあんまりなんか痩せてる感覚がなかった。オートファジー、ペコーラはあんま向いてないのかなって。こんにちは、カナダのペコライム。こんにちは。カナダは何時ペコだろう。朝かな。ホロライブ様に間に合うの？あ、ホロライブ様、そうだ。ありますね、今年はなんとホロライブ様が。まさかの、
復活とは思わなかった、もう見えるとは思わなかった、ホロライブ様が帰ってきましたね。何があるのかお楽しみペコだな。ダイエットって2週間前からので効果が出る。あ、そうなの。やっぱすぐには出ないな。ペコちゃんダイエット必要なの？女の子はね、常にダイエットしてるもんなの。それが女の子ペコだから。ペコちゃんも水着着るんけん、わかんないわからない、なんも言えない。うわー、これだけだな。この4枚800円プラスだ、800円プラス。これは当たった、あとは外れてた。よしよしよし、サムネで着てましたやんサムネでは着てたわ、確かに。4枚だけあれだったね、見逃してたべこだ。いや、みんなも遅くまで本当ありがとう。もうこのうわすげえ来たね。サムネの子はいつも別人だよ別人ちゃうやろ、本人、まさにザ本人ペコなんですけど。ペコらは夏に脱ぎがち、そういうこと。マセガキを釣るちょっとマセてるガキを釣るために。でも通常衣装もあれなんですけどね、なかなか際どいペコなんですけどね。よーし、指がすぐ釣る。もう釣ったらあんたたちも釣れるし、ウィンウィンな関係なのよ、ウィンウィンな関係。でも夏は暑いな、いろいろホロライブサマーもあるし、いろいろありますな。釣られてないし釣られとるやな。ペコちゃん今日のサムネなんかエロいねとか言って、このサムネあー やばくないかペコちゃんつって。今度おうち 3D 配信してほしい。あー、おうち 3D 配信ってあれか、これ。ちょっと待って、どれだ。ちょっと待って、これかな、これ。おうち 3D 配信。あ、耳はこれ大きいかな。リアルペコちゃん、あ、でも硬いんだよペコーラのこれ。これ硬いの、バージョンがもうちょっと最新だと揺れたりするペコなんだけど、ペコーラその最新バージョンだとパソコンに合ってなくてさ、なんか変に音声になっちゃってできねえんだよ。カチカチの髪の毛になっちまうペコだ。そう、カチカチに固めてきたあれね。でもすごいよねこれ、ほら。ちょっと画質悪いな。前の、あーらな、前のめりになったり、あ、なんか近づいてるの分かる。こっちもあれした方がいいのか。そう、前後に動けるんだよ、なんかとまちま。
すごいよ、横になれる。こう思うと結構 2D よりかはすごい動ける感じには見える。なんか変にプンっていっちゃうときあるけど。あれでもなんかオチ 3D もちょっとその最新版のやつ解決したらやりたいな。オチ 3D もんな。なんか調子良くないからうまくいかなくて、運営さんにも聞いてるんだけど、なんかその症状ちょっとよくわからないってなってるから、またサラサラぴょこちゃんを見せれるようにするわ。PC の買い替えだなって。17万円で買うか、PC を。おう。2D も好き。サンキューなー。でも、おうち 3D やってるホロメ多いもんね。でも、なかなかおうち 3D を何でやればいいのかわかんないってことなんだよな。なんかちょっと女の子の表示してるような 3D、 そんな気がする。なんかちょっとメスしてるな。ねメスの表情しとるわ。 2D に戻そう。なんかメスの表情したの。おい、さっきのなんか女っぽいあれねえな。なんかこの 2D だとちょっと子供っぽくていいね。 2D は 2D で子供っぽい。 3D はなんかあの大人というかちょっと女性な感じになる。使い分けてこう。で、なんかちょっと子供感出てるよね。そこが可愛いところペコだけど。あ、 2D はロリ感が強い。確かにね、確かに。どっちも良さがある。どっちも好き。メス返せこっちもメスでしょこっちのペコちゃんもメスでしょ。目をちょっと細めたらいいペコなんだよ。え、なんかちょっと煽ってる感じになってんの。え、違う、なんか煽ってる感じになっちゃう。眠たいの。いや、もう今眠たいよりもお腹すいたと右手が痛い。それだけ。ただただ。あー、てかみんなスーパーチャットもたくさんありがとう。てか時間遅くなっちゃったから明日読ませてもらおうかな。大丈夫かな、明日で。一応明日も配信予定あるので。それでもいい、一回。ありがとうね、いつも。みんなも遅くまで本当にありがとう。ペコーラはこの後掃除してからご飯食べて寝るわ。みんなもね。あの、明日お仕事の人は頑張って、お休みの人はゆっくり寝てくださーい。あー、お誕生日もおめでとう。明日お祝いさせてほしいわ。すまないね。ありがとうね、みんな本当にね、今日もね。てなわけで、お休みしようと。あまぴかー、スーパージェットはまた明日読ませてもらうね。てなわけで、あずべこでしたー。